こんにちは、誘惑の堀です。はい、ということでね、今日は、まあ、オープニング早々結構派手なラインナップなんですけど、今回はですね、現在開催中のイベントのお知らせをしたいと思います。アルベルテシリーズはですね、本当におかげさまで発売から現在5周年経ちました。で、今回その5周年をですね、記念しまして、アルベルテフラットウィークというイベントを開催しております。このイベントの概要なんですけども、今回この動画ではですね、ちょっと3つに分けてご紹介していけたらなと思っております。まずはですね、今回5周年を記念して新しく特別モデルとして作ったこちらのリライトシリーズというモデルになります。既存のこのアルベルテのシリーズを職人がですね、ペイントでですね、色付けをした、すべて一点一点違う商品になっております。以前この薄型の122っていう形ですね、このお財布はですね、個別に動画があるので、詳しく商品知りたい方はぜひとも概要欄にリンク貼っておきますので、ご覧いただければと思います。今回、こちらの薄型ラウンドファスナーですね、こちらのタイプ、これは紹介してないので、今回こちらの限定のカラーラインナップと合わせて、このですね、薄型ラウンドファスナーのご説明も、一緒にしていけたらなと思っております。そしてお次がですね、フラットプライスウィークということで、アルベルテをですね、より多くの方たちに、知っていただこうということで、3月の13日までですね、約2週間こちら通常価格よりも、かなりお安く、お求めやすい価格で販売しております。なのでご検討いただいた方も、ちょっとこの動画見て気になるなって方も、ぜひともこの期間にですね、見ていただいてご検討いただければ幸いです。そして最後、店舗限定品ですね、こちらの手前のアクセサリーケース、これに関しては、オンラインショップでは販売してなくて、直営3店舗の限定となっておりますので、こちらも合わせてご紹介していけたらなと思っております。ではよろしくお願いいたします。はい、ではですね、まず5周年記念のこちらのディライトモデルですね、こちらをご紹介できたらなと思います。今回この5周年記念モデルですね、こちらはですね、この以前動画でも紹介したこちらの薄型の2つ折り財布と、この LG ファスナーウォレットですね、この2型での展開となります。で、以前紹介したこちらの動画、概要欄に貼っておきますので、こちらの詳しい仕様気になる方はぜひ動画をご覧いただければ幸いです。で、なかなかね、うちっぽくないこのポップさはあるんですけど、5周年記念のこのディライト、これ喜びっていう意味なんですけど、やっぱり今ね、このコロナ禍でなかなかちょっと暗い話題が多い中で、少しでもね、何か楽しいことができないかなということで、ちょっと、なかなか余白にしては珍しい、こういうポップなね、躍動感あふれるペイントでデザインをさせていただきました。やっぱりこうペイントをすると、もともとあるものと全然ね、雰囲気が変わるので、本当に別物みたいな感じで楽しんでもらえたらなと思います。で、もちろんこれもね、うちならではで、職人が一つ一つ手作業で、ペイントしてますので、同じパターンは、2つとない商品になっております。で、以前これはね、先ほど話した通り動画で紹介したので、今回ね、こっちの LG ファスナーウォレットの詳しい仕様についてもご紹介していけたらと思います。はい、ではこちらね、薄型ラウンドファスナーの説明をしていきたいと思います。アルベルテシリーズ、共通していることは、2つ折りの時もそうだったんですけど、とにかく薄いです。はい、こんぐらい薄い、わかりますかね、とにかく薄いですね。ファスナー財布でとにかく薄いのが欲しいっていう方は、間違いなくこれは一番おすすめですね。で、素材は国産優雅を使ってまして、はい、顔料プラス、型押しですね、をしております。なので水にある程度強くて、傷にも強いという使い勝手の非常にいいお財布になっております。はい、では収納力の方ね、見ていきましょう。まずこちらですね、カードスリット、こちら3枚入ります。で、こちら2枚重ねてます、革を。1枚にしてしまうとどうしてもね、この V 字裂けてきてしまうんで、なおかつここのカードがここで何を入ってるか見えるっていう、利便性とね、視認性を兼ね備えた設計になってます。で、中身がちょっと変わってて、まず小銭入れですね、小銭入れ、これはファスナーがないです。なので結構これ小銭入るんですね。で、ファスナーを開けて
で小銭を取るためにまた開けるじゃないですか、まあ、普通のラウンドファスナーって。で結構それがねめんどくさいっていうお客様多いと思うんで、これはね小銭でファスナーないので、まあ、そこら辺は、ストレスフリーにお会計していただけるかなと思います。でカードがさらにここに2枚入って、でこっち縦にカードを入れる3枚、なんでカードは3、2でここで3なんで8枚入りますね。でお札はこっちとこっち両方入れてもらえるよっていう形です。はい、ではこちら入れてみました。まずこちらカードですね、3枚入れてまして、こちら V 字になっているので、何が入ってるか見やすくて、ここで押さえて滑らせられるという形になっております。で小銭ですね、小銭がですねこれ今20枚入れてるんですけど、もう全然まだまだ正直入ります。まあでもこれぐらいに、あともうちょっとぐらいかな、まあ、25枚30枚ぐらいは全然入るかなと。なんでかなり容量は入りますね。でお札10枚今入れてまして、まあ、こっちもね片方こっち空いてるんで、まだまだ2、30枚は入ります。でカードこっちに横に2枚で縦に3枚と入れてますね。でこんだけ入れても結構はい薄いです、かなり薄いですね。やっぱりファスナー財布がいいっていう方も、本当に薄い財布がいいっていう方、まあ両方のタイプの方にお勧めできるかなと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。はい、では次はですね、店舗限定のこちらアクセサリーケースの紹介になりますね。以前ね動画、ペンケースの動画を上げたんですけど、まんまペンケースをそのまま、ね、半分に切ったようなデザインになってます。ペンケースの方で詳しい仕様はお話ししているので、よかったら概要欄貼っときますので、ご覧いただければ幸いです。まあ、こちらもね同じように型押しで非常に軽くて硬い、こんな感じで、まあ、これも同じようにこういう感じで開くことができます。アクセサリーケースなんで、まあ、アクセサリー入れてもらうもよし、こういうね僕だったらまあこういう AirPods とか入れてもらうもよし、あと、まあ、筆箱に一緒に入れてるんだけどちょっと邪魔だなっていうもの、まあ、例えば USB だったりとか、まあ、あのシャチハタとかね印鑑だったりとかは、まあ、こっちに別に入れてもらうとかっていう形で、あとで、ね、常備薬とかねも入れてもらうと非常に便利な使い方ができるのかなと思いますので、こちら直営店限定で販売いたしますので、ぜひご検討いただければ幸いです。はい、いかがだったでしょうか。本当に今の時代だからこそ向いてるシリーズだと思います。まあ、今皆さん携帯電話にスマートフォンにスイカとかねクレカとか入れる方多いと思うんですけど、まあそういっただんだんねお財布が薄くて十分な時代に来てる、このご時世に一番もってこいのシリーズじゃないかなと思っております。この動画アップされる頃には、まあ、残り1週間ぐらいだと思いますので、ちょっとこの動画見てちょっとさらに気になったなとか、うずがた財布欲しいなって方
ぜひとも、この機会にご検討いただければ幸いです。で、各店舗、心斎橋にもギザ店にもね、それぞれサンプルと既存のアルベルで展示してますので、ぜひともですね、お近くの店舗にお立ち寄りいただければ幸いです。で、こちら横浜店の方は毎週金曜日、各週土曜日、祝日はご予約必要なくご来店いただけますので、お気軽にご来店いただければ幸いです。ということで、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。